前にある電車に乗って移動することができます。で、空港でチケットを買ったので1週間自由に乗ることができますとなんですけれども、何かねちょっと買ってみたいと思います。ケーキなんかもね、たくさん売っています。マドレーヌ、そうですね。マカロンですね。すごいたくさん入って、これだけで13ユーロ、だいたい日本円で1500円ぐらいです。こんなお菓子もね売っていますね。店のお魚とか魚介類なんかもね売っています。になります。もうすごく美味しそうですけどね。こんなにたくさん入って13ユーロ、1500円ぐらいでね売っていますね。パスタですね、ニョッキとか生のパスタ、ラビオリなんかもねあります。マドレーヌが販売されているんですけれども、フランスの人たちはね結構甘いこういったマドレーヌなんかよく食べるんでしょうかね。いろんな種類のマドレーヌが販売されています。ああ、いやいやいや、ブータオコヤ、うん、缶詰もねいろいろ売っています。フィールフィッシュや、あ、うん、あ、いや、リシティヒ、まあ、海が近いということもあるんですけどもね、魚介類がね豊富にありますね。日本のお菓子でこういうのありませんでした。なんかビーノっていう枝豆の、いや、こんなものもね販売されています。チップス類ですね。カキみたいな感じなんですけども、これヤポンネンって書いてありますね。日本のってことですね。生ねたくさん売っていますね。すごく疲れたので夫に買ってきてもらいました。ケバブっていうことなんですけれども、どんなものかね見てみたいと思います。ケバブ、ん、ポメス、これがポリコブです。オッケー、え、あー、ラップやってる、いや、リマグリンデンケバブデンシナンガス出す人ケバブ、なんか巻いた形のケバブだということです。では今からいただきたいと思います。
バブをいただいてるんですけれども、すごくねボリュームがあってお肉が柔らくてたっぷり入っています。で、このパンの生地がすごく薄くて、ドイツのものに比べたら具がすごく多いんですね。で、このフライドポテトもすごく美味しいです。で、このジュースとチュップスと、あとこの大きなケバブと、フライドポテトがついて1人6ユーロだったということなんですね。初めてフランスでこういったファーストフードのケバブをいただいたんですけども、すごくね美味しくてびっくりします。